背面投げとは野球の投手の特殊な投法の一つである。通常のオーバースローの投球動作を示した連続写真説明のため、オーバースローによる通常の投球動作の連続写真を示す。通常の投球動作では、まず利き腕と脚側の足を上げ、上げた足を前方に踏み出しながら、利き腕を体の後ろにへ引き、利き腕を振りかぶり、ボールをリリースする。 背面投げは、連続写真の3コマ目までは、通常の投球動作と同じであるが、3コマ目の状態から肘を曲げて、利き腕を背中へ回し、背中側の腰のあたりの高さからスナップを効かせて、ボールをリリースする。ボールをリリースした後は利き腕を、連続写真の4コマ目の状態に持っていき、通常のオーバースローと同様の動作をボールを持たずに、行う。 手首だけで投げるため力のない緩いボールとなるが、ボールのリリースポイントや、リリースタイミングが、通常の投球動作とは大きく異なり、打者の意表をつく目的で使用されることがある。不正投球に当たるかどうかは、講述するように見解が分かれている。トミー・バーンが、メジャーリーグベースボールのオープン戦で投じた際には、不正投球との見解が示され、小川健太郎が、 日本プロ野球の公式戦で投じた際には不正投球ではないと認定された。1955年の日米野球で来日したニューヨークヤンキースのトミー・バーン投手は1955年11月10日の日米野球第13戦で打者の佐藤隆夫に対して背面投げをした。さらにバーンは1956年3月26日のメジャーリーグ開幕前のオープン戦で 打者の p v リースに対して背面投げを行った。しかし当時のメジャーリーグの審判団がこれを不正投球だとする公式見解を示したため、その後にバーンが実践で背面投げを使うことはなかった。バーンの背面投げは日本で初披露したことにちなんで着物ボールあるいは着物ピッチと呼ばれる。1969年6月15日の 読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦の3回裏、中日の投手の小川健太郎が、打者の王貞治に対して、2アウト2ストライク0ボールから、背面投げをした。小川は6回裏1アウトの場面でも王に対し、カウント2ストライク1ボールから、再度背面投げをした。背面投げでタイミングを狂わされた王は3回は、右飛べ、6回は見逃し三振に倒れた。 6月15日の試合で一塁の累進を務めた松橋慶喜は以前に小川が練習で背面投げをしているところを目撃し不正投球に当たるかどうかを小川からさりげなく尋ねられてまあいいんじゃないかと答えていた小川が実際に試合で投げたことについては大いに驚きえれいところでやりやがったと感じたと語っているまた保守の木又達彦によれば 6月15日の主審だった、富澤光也にも試合前に相談して、不正投球ではないことを確認したというが、富澤はこれを記憶にないと否定している。その後、7月20日のプロ野球ルール委員会で、背面投げの可否が検討され、反則投球ではなく正規の投球であると認められた。小川は王を特に苦手としており、王のタイミングを狂わせるために、背面投げを用いた。 小川の背面投げは1969年6月15日の1試合だけという続説があるが、これは誤りで同じ1969年の8月31日の試合で1球、10月19日の試合でも1球、いずれも王に対して背面投げ、この2球とも判定はボールであった。小川は当時背面投げを王以外の左打者にも時々使うつもりと予告していたが、 実際には王に対してしか投げなかった。当時の正捕手だった木又達彦によると小川は背面投げを毎日20球は練習していたという。練習では高い確率でストライクを取れていたというが実戦で投じた4球はいずれもボールであった。元プロ野球選手の斎藤明夫は2002年頃からプロ野球マスターズリーグや OB ウォールスターゲームなどで背面投げを披露している。 2004年にテレビ番組トリビアの泉が小川健太郎の背面投げを紹介した際にはすでに死去していた小川に代わって斉藤が背面投げを実演したこのトリビアに対する番組内での評価は80平であった2005年1月3日放送のテレビ番組特密ところのスポーツ偉い人グランプリの対決企画では当主のゴルゴ松本が 打者の安倍晋之助を相手に背面投げを行っている。ありがとうございます。